人々を思う愛、それとお金、この両方がないからこんなに20年間放置され続けてきたんでしょ、消費税減税、そんな無理に決まってるやん、財源どうするんですかみたいな話とか、なんか無理やろうっていう話で終わっちゃう、だから政治は図に乗っていくんですよ、消費税はもうちょっと必要なんですよって、20%まで先々上げていこうと思いますみたいな、誰のために消費税取られてんの 毎年みんなに10万円配るっていう144兆円の政府債務を増やしたとしても国はびくともしない額じゃないんですよインフレ率なんですよっていう話ですこれを計算しているのは私ではない参議院調査情報担当室です日銀と政府が決めている政府の債務政府の借金の上限はインフレ率でしたよね2%でしたよね 2%に達するまではお金もっと出せるんだからこれ見ていっても全然お金まだまだ出せるよってことが分かったじゃあどれぐらい出せるのよじゃあ倍にしてみようか月20万円をみんなに配る3人家族だったら毎月60万5人家族だったら毎月100万そんなことあんのでもあくまでも資産ですよそれをやったらどうなる政府の上限2%インフレ率2%に達するの達しないのってことなんです 月20万円を1.2億人に12か月配り続けたらいくらになるか288兆円ですってすごいですね、もうねもねそもそも国家予算なんてとうに超えてるようなとんでもない額この288兆円を毎年国が政府債務政府の借金としてねすってみんなに配ったらどうなるかインフレ率2%は超えるんかな1年目1.495まあ、もうこれ1.5ってことでいいですよね。 1>, 1年目はできますしかもまだできる1年目なら288兆円出せますよっていう話なんです破綻するって破綻違うよ2%にも届いてないねんも何言ってんのって話なんですねじゃあ翌年からどうなりますかってことを見ていくと2年目ああ超えちゃった2.2だからこれはもう今の国のルールでは2年目はできませんねつまりは何か 1>, 1年あたり288兆円出すってことで1年目はできたけど2年目はもっと減らさなきゃだめです、ここまでのインフレにならないためには3年目は2.9、4年目は2.7、どっちみち1年目以外はすべて2%を超えるから今の政府と日銀の考えから言うとインフレ率2%までは最大限やるっていう約束だからこの2年目、3年目、4年目は無理。 でも逆に言うと1年目だったら288兆円ぐらい楽に出せるその翌年からはその額を減らしていけばコンスタントに出していけるって話です何が言いたいか20年以上のデフレなんですよ日本はお金回ってないんですよ格差開いてるんですよコロナが来る前の日本の状況で子供の7人に1人が貧困でしょ1人暮らしの女性の3人に1人が貧困でしょ 厚生労働省の調べでも生活が苦しいっていう人たちが54.4%でしょ、全世帯のうちの、シングルマザーでも86%以上が生活苦しい、これ、コロナが来る前ですよ、これが日本の状態だったんですよ、何が足りない愛でしょ、人々を思う愛、それとお金、この両方がないから、こんなに20年間放置され続けてきたんでしょ、そこに加えてコロナですよ、どうすんの自己責任でいく 大惨事ですよ、そんなことなったら、多くの会社が倒れ、多くの人々が職を失い、多くの人々が苦しむ状況、それが一定終わったあとなんて、もう地獄でしょう、終わったあとでも、さらにそれずっと響きますよ、多くの労働力、多くの企業、いろんなものが潰れていったあと、もう一回やり直すんですか、やり直せますか、それ、その傷が大きければ大きいほど、やり直すことは難しくなりますよ。 だから手当てをしていかなきゃだめなんですよ、その事前に事前に、これでやるしかないでしょう、参議院調査情報担当室、その中で見てみれば、288兆円、できる、1年目なら2%の上限に対して1.5%までしかいかない、2年目は額を減らせばいい、じゃあもう平たく言ったら何か、毎年200兆ずつお金出していく、それによって20年以上のデフレと、 そしてこのコロナによって傷ついた地方や人々の生活を立て直していくこれをやっていくことが今一番政治に求められてるんじゃないですかこれをやっていかなきゃ日本コロナのあと立ち上がれますかね今のままだったら一定の融資とかそういうものはしてくれるかもしれないでももうお金を借りなきゃいけない状態っていうことは後で返さなきゃいけないからもうこのまま閉じちゃおう 倒産というところに行かなかったとしても休業廃業いろんなもの相次いでますよこの国の力その分削がれてるんです企業が一つ終わればそこは企業が生み出してきた付加価値とかお金とかその地域で回るものが失われる労働者が一人所得を失えばその地域で回るお金が減るその数が増えていけばいくほど衰退していくんですよ国もも地域もそれを今 なんとか止めるためにアメリカなんて400兆円を超えるお金入れてますよ、日本は全然やる気ないんですよ、だからやらなきゃだめなんですね、じゃあ、例えば200兆円あるんだったらどういうことができますかってことを簡単に話します、例えば小学校から大学院まで無償化できます、授業料および入学金、施設整備費、そういったものを全部合わせて年間4兆円しかかかんない、200兆円あるんだから楽勝でしょう。 他にも水道光熱費、1年間ただにしたら11兆円、楽勝です、あと通信費、携帯電話、固定費、これ年間で8.6兆円ぐらい、安いもんでしょ、200兆使えるんだから、携帯電話ちょっと下げてもらえるぐらいで、パンケーキおじさん好きやわーとか言ってたらだめですよ、ほんまやれること分かってるのに、やらないだけなんですから、他にも社会保険料、税金と一緒で、あなたにとって非常に重いもの、こういうもの、63兆円。 これだけのサービスを全部ただにしたとして国が代わりに払いますって形にしても86.6兆円ですよ、なんでやらんのやるべきじゃないですかやらせられないと思ってるっていうかこれ、誰がやらせることと思うこの国の権力者が支持するんですよ、政治に対してこれをやれよって、この国の最高権力者って誰あなたなんですよ、あなたなんですよ。 この国の最高権力者って有権者のあなたなんですよ。あなたがそれを誘うと思わなきゃ政治が動くわけないじゃないですか実際にやれることは分かってるんですでもやらせられないんですよどうしてかみんながそれを熱く望まないから消費税減税そんなん無理に決まってるやん財源どうするんですかみたいな話とか何か言えば何か無理やろう何か無理やろうっていう話で終わっちゃうだから政治は図に乗っていくんですよ。 ですよね無理ですよねだから税金取らせてもらいますねすいませんね消費税はもうちょっと必要なんですよって20%まで先々上げていこうと思いますみたいな誰のために消費税取られてんのあなたのために消費税取ってるの違いますよ最後に消費税だけ見ていただきます誰のために取ってんのか将来世代のためにどうのこうの大きな間違いですよ全く関係ない話です社会保障のために必要とんでもない何言ってるんですか こちらのグラフを見ていただくと1989年から2016年までのその期間です、何を見ているか上の青、下が赤、その間はゼロ、上に行けば行くほど増えていくんです、何が消費税が、下に行けば行くほど減っていくんです、何が法人税がこういう関係なんですよ、何十年もの間、消費税を上げて法人税下げる。 大企業が儲けやすくするために法人税を下げてあげる一方でその穴を埋めるためにあなたから消費税を取るそのバランスなんですよ何のためにこれやるんですか答えは簡単で大企業からもらってる企業献金とか組織票によって自分たちは権力持たせてもらってるから一番ご恩返ししなきゃいけないのは企業側なんですよ議員たちが考えるのは企業側にいかにインセンティブ プラスになることをやってあげるかってことで彼らにとってはコストは2つなんですよ自分たちが払う税金でしょでもう一つ働くあなたなんですよ要はより流動化させる非正規労働とか派遣労働とか会社側が責任持たなくていいような働き方を最大化させていって人間が働くっていう行為に対して賃金をそんなに支払わなくていいそれどころか責任持たなくていいっていうような働き方を最大化させていきながら 一方では自分たちの税金を安くしてその穴埋めとして消費税で財源を保つってことを政治に対して指令し続けてるんですよ今ある政治の飼い主は誰かっつったら企業側ですよ企業側は努力し続けてるんですよ自分たちの子飼いの国会議員地方の議会には地方の議員これをたくさん生み出すことによって自分たちに利益誘導できるんですよそれによって働き方は壊されてそれによって税制っていうのは歪められて あななたの首がが締まり続けるるっってていうことにつながってる消費税、何のために必要かって、この上、ブルーを増やさなきゃ、下が減らせないんですよ、上に行けば行くほど増える消費税が、下がでかくなればでかくなるほど減っていく、何が法人税が、言葉にすると何、消費税収は累計で263兆円、一方で法人税収、192.5兆円減少。 つまり消費税収の約73%が法人税収の減少分に割り当てられていた大企業が儲けるためにみんな消費税払ってくださいこれからもっていう立てつけなんですよ73%これで納得いく人います消費税今以上上がってもいいよ俺が大企業の面倒を見てやるって方こんなんがいらっしゃいませんいたら私たちに政治献金いただきたいんですそんなお金持ちいらっしゃいません今日もこの町にもいなかったか <laughs> すみません、ありがとうございます。ということなんですよ、政治に対してコントロールしましょうよ、政治に対してあなたのコントロール権を取り戻しましょうよ、お金だって作れるんですよ、これ以上増やしたら破綻する、どうやって破綻するの、20年以上もデフレなのに、インフレなんてなかなかなりませんよ、当たり前です、先ほどの参議院の調査情報担当室、それを、試算を見ていただいた通り、200兆 毎年出したとしても2%にも届かないだったらこの20年間デフレだった部分とこのコロナの部分をなんとか底上げしてこのコロナの危機をみんなで乗り越えるっていう経済政策大胆にやるべきじゃないですかそれやらせてほしいんですそれをやらせていただきたいのが私たち令和新選組なんですどうかお力貸してくれませんか